おはようございます、こんにちは、こんばんは、マイスです。お久しぶりです。この2ヶ月の間に資格試験が2つほどありまして、ちょっとバタバタしてました。しかも今日二日酔いで酒焼けのガラガラの声やけど頑張ります。久しぶりで酒焼けは最悪。今日は雑談をしていきたいんですが、それもね、2ヶ月前ぐらいにこちらアミコの映画を見てきましたので、その話をしたいと思います。それでは本編に入っていきましょう。お願いします。はい、このこちらアミコなんですけれども、森裕介さんの初監督作品ですね。めちゃめちゃ若い人でした。で、主演は大沢かなさんっていう11歳の女の子なんやけど、もう出てきた瞬間にアミコやってなりました。僕言いましたもんね、アミコじゃって。僕坊主と同じセリフ言いました。それぐらいアミコにハマった役でしたね。で、まず残念と思った、ちょっと残念やなと思ったところが2点ほどあるんで、その話したいんですけれども、サキちゃんが出てこないんですよね。竹馬に乗ってカポカポくる子が出てこないんですよ。僕サキちゃんめっちゃ好きやから、アミコさんが悪者になってしまいましたをめっちゃ見たかったんやけど、出てこなかったですね。っていうのも、そのね、11歳の子がそのサキちゃん出てくるタイミングって、原作だったら高校生ぐらいになってるんですよ、アミコが。だから11歳の子が高校生の役できないから、そこはもう削ったんでしょうね。でサキちゃんが出てこないっていうのがちょっと残念なポイントでした。で、もう一個がね、お母さんが出産の時に子供がうまいこと生まれてこられなかったんやけど、お母さんは立ち直ろうとしてアミコに優しくしたりとか、もともとやった習字教室を再開したりとかするんですよね。で、その再開した後にアミコが弟の墓っていうのを書いて、お母さんが鬱になってしまって、お兄ちゃんがグレたわけですよ。で、お母さんは習字教室を再開してるから生徒がおるんですよね。生徒がおって習字やってるんやけど、お母さんは鬱やからずっと前へ座って寝てるんですよ。先生が寝てるから習字教室の子供らはゲームするんですね。で、そのやってるゲームの本体がスイッチだったんですよ。時代背景的に絶対スイッチじゃない。今村さんが書いた、こう時代的に言ったらゲームボーイアドバンスとかゲームボーイカラーとかやと思うんですけど、あれが出てきてたら僕映画館で拍手してましたね。うわアドバンスやーみたいな、こだわってるここの時代背景みたいな。だ、それがスイッチだったのはちょっと残念やなと思ったのと、なんかすごい絵も綺麗なんですよ。映画の絵が綺麗なんですけど、その綺麗な絵の中に映える赤色と青色っていうのね、合わんかったな。それが残念な点2つです。でもほんまにそれだけ。あとはめちゃめちゃ良くて面白かった。で、もうお気づきやと思いますけど、ネタバレめちゃめちゃしますんで嫌な人は映画見てからこの動画を見てください。あ、これちょっと障害の特性みたいなのもちゃんと分かってる監督なんやなっていう思ったんが、アミコはその音聞こえ出すんですよね。お母さんに弟の墓って書いて、お母さんが鬱になりました、お兄ちゃんがグレましたってなった後に音聞こえるようになるんですよ。なんかバサバサバサとかホーホーとかガタガタガタみたいな音聞こえるようになって、それがお化けの音やと、これが怖いと、お母さん音するお化けおるんやけどみたいな言っても、お母さんが鬱やからもうずっと寝てるんですよ。で、日常学校におっても音する、学校へ向かう道の途中でも音する、怖いな、お化けおるなってなって、それを紛らわすためにお化けなんてないさを歌うんですよね。お化けなんてないさって歌ってて、で学校のテスト中もお化けなんてないさみたいな歌ってたら、先生にお前廊下で歌ってこいって言われるんですよ。でそのまま廊下へ出てお化けなんてないさって歌ってたら、学校の七不思議に出てくるお化けがおるじゃないですか。二宮金次郎とかベートーベンとか、まあ、こんなおらんでしょうけど、ミイラ男とか人体模型とか、そういうお化けを後ろに引き連れて行進するんですよ。お化けなんてないさって歌いながら、でそのアミコの後ろにお化けがずらって並んで学校の中歩いてるみたいな、なんやこれって一瞬思うんですよね。これどういうことみたいな、なんで非日常が日常の中に入ってくんねんみたいな。でそこでもしかしたらちょっと興ざめする人もおるかもしれないんですよ。でもこれは自閉的な遊びの中で、子供は基本的にイメージの中で遊ぶんですけど、その自閉的な子も同様で、さらにちょっと強いんですよね。だ妄想の中で自分の遊びがこう続いていったりとか、フラッシュバックした内容がそのまま発言とか出てくる。だからたまにこうグッてこの辺を見てる時とかあるんですよ。目を打てへん目を打てへんみたいな、この辺見てなんか思い出してるなみたいな瞬間があったりするんやけど、アミコも同じようにその
自分がお化けなんてないさを歌いながらお化けを後ろに引き連れてるってい う, こうイメージの中で遊んでたんやろなって、ほんで安心してたんやろなっていうこのシーンが出てくるんですよね。でそれはすごい障害の特性みたいなもんも理解してる監督さんなんかなみたいな、たまたまなのかなみたいな感じでした。で、いよいよ音が大きくなってきましたと、常にこうバタバタ聞こえてきて、怖なってきたと。で、お父さんにばあちゃんのとこへ引っ越すぞっていう風に言われるんですよね。で、荷造りしてて片方だけになったトランシーバーを耳に当てて、アミコはいつでも秘密にされるねって言うんですよ。誰もアミコを教えてくれないよねみたいな話してる時に、またその音がバタバタバタみたいななってきて、アミコは怖くなってくるんですよね。で、そのトランシーバーにお兄ちゃん助けてって言うんですよ。ほんだらアミコの部屋のとこガラって開いたら、もう髪の毛染めて上バッシー上がってて、刺繍入ったスカジャンみたいなの着てるお兄が立ってるんですよ。で、これ小説のワンシーンか映画の中で出てきたんかは忘れたんですけど、アミコの方見てうんってうなずくんですよ。アミコの部屋のベランダへ行ってなんかガシャガシャ言うてると。でアミコがパッて覗いたら鳩が飛んでいったんですよね。植木鉢とかの間から鳩の巣が出てきたと。だからバタバタいう音はずっと鳩が鳴らしてる音だった。で、そこの巣の中に卵が1個だけポンって置かれてるんですよ。だから生まれてるんですよね。で、兄貴がその巣ごと卵をウォリアーって言って掘るんですよね、ベランダから。で、シーンがパッて変わるんやけど、その卵が木の股のとこに挟まってるんですよ、スポッて。で、割れてませんでした、ちゃんちゃんみたいな感じでシーンパッて変わっていくんですけど、僕ね、あの卵は割っとかなあかんちゃうかなと思うんですよ。っていうのも、小説だったら卵は3つあるんですよ。で、この小説の中の3つが何なんかって考えた時に、アミコとお兄ちゃんと生まれてこれやんかった兄弟かなとか、また他の読み方あるんかなみたいな思ったんですけど、1個でしょ。で、この1個を何のこの象徴として捉えるたらいいんかなって考えた時に、アミコがその音聞こえ出したんで、お母さんに弟の墓を見せて、お母さんが鬱になって、お兄ちゃんがこうグレた後から聞こえ出してるんですよね。やとしたら、音の原因っていうのはアミコの中の内面的なこの罪悪感みたいなんじゃないんかなと僕は思ったんですよ。で、その罪悪感を感じてて、それが音として聞こえてきてる。でもこれが何なんかは、罪悪感っていうものが何なんか分かれへんから、アミコはしんどくなって苦しくなってる。で、その音がいよいよ大きくなってきて怖くなってきて、お兄ちゃん助けてって言ったら、お兄ちゃんが助けに来てるんですよ。で、お兄ちゃんはその世間の中の当たり前からちょっと離れたところにおるグレた人が、その罪悪感の根源である卵をおりゃって投げてくれたわけですよ。やとしたら、解放されるっていう風に、その苦しいものから解放されるっていう風に考えた時に、この卵は割っとかなくなっちゃうかなと思うんですよ。それもバーンって割って、床にもう黄身とかがバエローンになってるやつを、遊んでる子供が何も知らんってウエーって走りながら踏み潰すぐらいの演出あってもええんちゃうんかなって個人的に思ったシーン。あの卵は割らんと置いとく理由ってあんのかなみたいなのは、映画素人の僕が無理やりこじつけて考えたところです、偉そうに。で、おばあちゃん家へアミコは一人で引っ越すんですよね。朝まだ日も明けきらんうちに縁側から外へ出て、おばあちゃんの家は高台のところにあるから、その坂をスキップにならんスキップでこうバーって下っていくんですよ。で、下ってったところに海があって砂浜があると。で、その砂浜にアミコが出て膝まで海に浸かるぐらいまで入っていく。そしたら画面の外から、一緒に行進したお化けが船に乗ってこうどんぶらこう来るんですよ。バー来て、で全員がアミコに向かっておいでおいでするんですよね。で、アミコはそれに対して手振るんですよ。そしたら今までおいでおいでしてたお化けがバーって手振って沖の方へ帰っていくんですよ。それはアミコのイメージの中の世界やから、はためから見たらただ海に対して手振ってる女の子なんですよね。ここで姿は映らんないけど、地元のおいやんやと思うんですけど、そのおいやんがアミコに対してまだ冷たかろうって声かけるんですよ。そしたらアミコがそのおいやんの方を振り返って、大丈夫じゃって言って映画終わるんですよね。この大丈夫じゃの意味が何なんかよ。まあ、お化けっていうのは多分死後の世界ですよね。死後の世界の方にお化けがおいでおいでしてるんですよ。で、お前はこの世界で生きていくのしんどいやろと、お前と同じ感覚持ってる人間でこの世界におらんやろ、だからお前はもうこっちの世界来いよ、その方が楽になるぞ。それに対して手振って、大丈夫じゃ、私は一人でも家族今おらんくなって一人になっちゃったけど生きていけるよの大丈夫じゃなのか、それとも私は私らしく、ね、生きていきますよ、レリゴーレリゴーって言って生きていくのか、
その意味の大丈夫じゃあなんかどっちやねんっていう話なんですよ。だからこの最後の大丈夫じゃの意味をみんなで考えたい。ほんまにめちゃめちゃ面白い作品で、多分小説の原作のこちらアミコめちゃめちゃ好きな監督なんやろなっていうのはほんまに見てて思う作品でした。これからブルーレイになるかもしれんし、 DVD になるかもしれんし、なんかあのネットフリックス的なもんで放映されるかもしれないんやけど、もうぜひ見てほしい、ぜひ見てほしい映画作品、こちらアミコでした。いかがだったでしょうか。こちらアミコぜひ見てください。ということで今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。